はい、皆さんこんにちは。第45回ガド夢チャンネル始めていきましょう。はい、ということで今皆さん隠れているので皆さんを探してください。ダメさあ出てきてみんなということで今日はバラバラでいきましょう。皆さん、はい、よろしくお願いします。お願いします。よろしく。よろしく。今日は AMC やっちゃうんだから。 AMC あ、AMC ですか。 AMC はい、はい、CKB ということでそれでは仕切り直して、皆さんこんばんは、カードカードリームね、どうも、今日はチームやべぞらしいよ。やべぞ、やべえな。はい、じゃあ自己紹介からいきましょう。はい、誰から行っちゃうの。誰から行くの。じゃあこっちかな。はい、はい、ちょっと虹が悪めなリオンちゃんです。リオンちゃんが虹悪い。かわいいよはい、あの黒髪坊主にして柄悪くなったユウトです。ユウト君が柄悪い。はい、私になってるこっちがいいな。はい、1.5 分のリンタです。 1.5 分のリンタ。うーはい、どうも皆さんこんにちは。イエスイエスすごい、いいな、すごい、ゲームじゃん。 1.5 分のアンジュでーす。 1.5 分のアンジュはい、カドカドリームズのリョウです。リョウさん、はい、以上やだねです。はい、萩原の大地でーす。萩原の大地、たまちゃんです。たまちゃんです。はい、今日のメンバーえぐい。それではこのメンバーでお送りしたいと思います。こんばんは。こんばんは。ハートのキラキラ、キラキラ。あれ今日インストライブしてない。あ、確かに。今日はインスタライブしないですか。今日はインスタライブしない。あ、やばい、忘れてた。はい、今日は今からインスタライブをする。じゃあ今からインスタライブっていうことで、それまでにチャンネルのニコニコの方を説明したいと思います。はい、最初の30分は有料ですか無料ですか。無料。無料になっちゃうんですよ。素敵だね。でも8時半からは有料になっちゃう。そうなんですよ。今日はね、いろんなゲーム考えちゃったりしちゃったりしちゃったりっていうことで、今日の配信がちょっと気になっちゃうなみたいな人は、あのチャンネル登録していただいて、了解になっていただけると、この後も見れるので、ぜひお願いします。お願いします。黒髪も似合うねって来てますよ。うわ、恥ずかしい。黒髪も似合うとは赤髪も似合ってたってことですね。ありがとう。カドユメ、これ言いました。言ってないわ。はい、カドユメチャンネルを入会していただけると、ラウンドの応援席や、チケットが特別価格でご案内ができます。これはまたお得。はい、ですし、まあ、あの月に2回生配信を行っているので、それも見れるということで、もうラッキーでしかないということで、お願いしました。ラッキーマッキー。お願いしました。されました。お願いします。はい。1500円ね、ラウンドの応援チケットが安くなるらしいよ。1500円になっちゃいますね。しかも応援席ですよ。そうですよ。1500円あったら何する？いちごと焼き芋とかいっぱい買えます。確かに。iTunes カード。確かに。じゃあこういう感じで使い道がいっぱいあるということで、ぜひともね、応援席じゃなくて有料化になっていただけると。少しだけ我慢して。はい、トッチさん、大地くん、スクーってきた。え、でもスクーって人いたよ。え、この間のさ、お見送りにいたよね。せーの、せーのって。
何何って言ったらスクーって言われてワープスケディじゃないんだみたいな。そはい、はい、じゃあ、女性がもう振り返りに入らせていただきたいと思います。早い。早い。スタスタライブまたの。スタスタライブ。スタスタライブ。スタスタライブ。みんな今ならコメント何でも読んじゃうよ。うん。うんちとかやめてね。やめてください。で何？お、今日いいっすよ。待って待って死んだ。何？大原さんっている？大原さんか。大原さん。わざとだこれ。子供だよみたいな。こっちの小原さんと小賀さん可愛いですだって。あ、大原さんね。よろしく。大小の違い。大ちゃん、大ちゃん、はい、はい。こんにちは。そんな個性的なコメントの主は誰なんだろうね。ね。いや、りょうちゃん、りょうちゃん大好きハートハートハート。ありがとう。嬉しいです。あ。いけたっぽい。いけちゃったの？いけた。もうちょい行けそう。もうちょっと。あとちょっとだけ待ってね。今日は何の日でしょうか？はい。はい。何今日？ホワイトデー。正解。もらってない。もらってない。くれよ。お前らがくれよ。もらってない。お前らだよ。今日正解って思い出したんですよ。院内始まったっぽい。みんな復活おめでとうだって。ありがとうございます。ちょっと待って。やっほー。イースライブも始まったらしいですよ。皆さんこんにちは。カドカワドリームズでーす。はい。ただいまカドユメチャンネル配信中ということでね。30分だけイースライブしますから、その後気になる人はニコニコ動画でカドユメチャンネルって探していただいて、有料会員しか見れないあれ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 な感じのことをやるんでぜひ見てくださいっていう。ワンコインで入れるんでよろしく。ワンコインワンコ。お、KB はバレンタインしたの？したよーん。女の子たちがお菓子を。ああ。私してないわ。私もしてない。もらいましたね。もらった気持ち。あのね今。気持ちはね。でも誰かからもらってないですか？サシェちゃんとかね、みなみちゃんがお菓子とかいっぱい買ってた。はい。かわいいね、申し訳ない。なので自分は今リマイン君に書きましたよ。えらい。自分に言う。えらい。明日の会。えらいじゃん。はい、ってことで振り返り行きたいと思います。お願いします。はい、じゃあまず一発目お願いしたいます。はい、3月2日、もう3月か。はい、3月2日土曜日にね、高津消防署丸井広場イベント出演してきました。やったー。出演した人、出演したただ人を手挙げて、せーの。はい、はい、はい、はい。なんか噂ではすごいすごいかったらしいね。すごかったです。すごかったです。エッグマーク風の中でパフォーマンスさせていただきました。すごいよ。寒そう。寒かったね。もう寒いなって。待ってる人たちもすごい爆風と寒さの中ずっと待ってくださってて、私たちもひたすら頑張ってパフォーマンスして、まあ、フロアに入る振りがあったんですよ。そこは練習しようってなんで、床に手をついた瞬間冷たすぎてもう、いやーってなっちゃって。頑張っちゃったね。ちょっと頑張りました。ありがとうございます。あれなんですよ、消防署なんか消防車いた。あ、じゃあ白バイに乗った。白バイ、白バイに乗りました。いいの。また上がっちゃいました。はい、もうそのまま帰りましたね、家に。あ、家でよかったね。家でよかったね。はいや。どうでした？気になる方いましたか？急に。そう、私たちね、消防署をお世話になってる。見に来てくださった方がいっぱいいる。ありがとうございます。ありがとうございます。どうでしたか？ありがとうございます。感想をお願いします。でもね、最高でしたって。1時間待ったんだって。もうあんな寒いとか。今寒気した、寒いっていう話してたから、すげえ。皆さん本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、今日はなんとなんとね、これ言っていいのかわかんないけど、高津消防署からね、感謝状もらったんですよ。これ、取れないかな。素晴らしい。これ、壁に。そう、すごい、素晴らしい。素晴らしい。素晴らしい価格でございます。素晴らしい価格です。すごい。じゃあ、お前、後ほど SNS に。はい、アップされるんですけど。もう終わりましたので。はい、ありがとうね、大丈夫。そう。感謝状なんてもらってしまい、私たちも感謝しまくりだよね。
街を守ってくれてるっていうことで、自分たちもダンスで街を、あの治安をね、安全に守ってみんなハッピーにしていきたいと思います。はい、頑張ります。はい、続いて3月5日火曜日火曜日とか言わなくていいね。はい、なんと行徳、行徳だよ。みんな行徳ってわかる？千葉。実は行徳の発信者。そうじゃん、発祥のメンバー。発祥メンバー私とレナなんで。またリオンちゃんにコメントお願いします。なんで？で、ちょっと続きがこれがね、行徳だけじゃわかんないからさ、あの何がどうなったの？実は最初は行徳にある保育園の先生と子供たちにダンスレッスンをレナと毎週させていただいて、で約1ヶ月ちょっとかな、でパフォーマンスを完成させるっていう内容でやらせていただいて、本当にもうちっちゃい、こんなの子たちもう前レッスン走り回ってキャー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 言いながらレッスンしてて、まさかその時は後にKD スタジオに繋がるなんて思ってなかったんで、まあ、ひたすら楽しんでいい時間を過ごさせてもらったんですけど、で実は私まだスタジオに行けてないんですね。行徳のアネックスの方にちょっと知ってない、やばい、ホンホンホンって感じで行けなかったんですけど、もう素晴らしいスタジオが完成しましたね。はい、めちゃめちゃ綺麗でめちゃめちゃ広くて、もうこれをきっかけに川崎まで来れない方にもお会いできるんじゃないかなって、たくさん楽しみにしてます。はい、素晴らしい、ありがとうございます。そういうことでね、伝えてくださり、はい、京都くんで、KD スタジオ、アネックススタジオが開校されるっていうことで、ね、内容的にはね、なんとなんとうちらのトレーニング拠点が2つになっちゃったよー。ねー、最高だよ。でもスタジオ足りないから、スタジオがもう2つになったということです。やらしい。京都くんに、まあ、うちらずっと新庄にいるけど、京都府ももしかしたら会えちゃうとか街中で会えちゃうみたいなことになりますので、ね、ぜひお近くの方はあの覗いてみてください。お願いします。はい、続いて3月10日はラウンド10。はい、いるんじゃない？いるかも。ウォーターブラッツさん、ウォーターブラッツさん、あれ、あ、いなくなっちゃった、いなくなっちゃった。ウォーターブラッツさん、ウォーターブラッツさんね、セガサミルクスさんと戦いました。はい、結果は残念ながら負けてしまいました。はい、負けです。すいませんでした、本当に。これはね、とても悔しかったね。悔しかった。とてつもなく悔しかった。なんか悔しかった、ヒップホップ対ヒップホップだからっていうね、あったけど、まあいろんなジャッジの声があると思うし、うちらの声もあるし、あっち側の声もあると思うんですけど、いやね、いろいろあってもなんだかんだ勝ちたかったなっていうのと、はい、いつもお世話になってるあの人たちからもメッセージが来たりとか、うん、いや中にね、あのケイザさんからもらったそのさ、つながりの言葉がね、ちょっと私的に響いちゃって、うん、あのチャンピオン何やってるんだよっていう気持ちになってしまいましたっていうメッセージも中にあって、それ見て、ああ頑張んなきゃ、みんな応援してくれてるのに私ら負けてばっかじゃ、ね、最近ちょっと負けがちだ、そうです、だから、うん、次こそは絶対に勝ちたいと思いますので、はい、3、2、1の日、セープテーニラプチャーズさんと試合になりますので、ぜひ本当に頑張っちゃうから、もういつも頑張ってるんだけど、あの勝てるようにもっと試行錯誤して頑張りたいと思いますので、見てくださってる皆さん、オーディエンス投票などよろしくお願いします。皆さん、かっこよかったよって言ってくれて、ありがとう。いや、かっこよかったっすよ。ありがとう。いいですね。ピエピエ、まあ頑張っても頑張っても足りないということで、そういうことです。頑張りましょう。頑張ります。はい、それでは告知コーナーいっちゃいますか。はい、じゃあ読みたいと思います。はい、2月24日あ、待って待って、これさ、はい、2月だよ、告知じゃないの。あ、ちょっと難しかったね。あ、合ってます、合ってます。あー、振り返り兼告知ってことね。そうです、そうです。はい、あ、そうですね、振り返り兼告知だ、うん、はい、行われたものなんですけど、はい、山形にてストリートダンスの日2024年、はい、で、山形にて当日のパフォーマンスインタビュー映像が公開されてます。おー、北川さん行きました、すごい見に来ました。
で山形の方。ああ、オレッチ。オレッチなんですよ。オレッチの地元。一回も KB で行けてない。オレッチは二回とも山形のイベントがあったんですけど、二回とも出ませんでしたっけ？ケロケロケロ。オレッチはいないんですけど、まあ公式 YouTube にて動画が出てるので。再生リストドキュメンタリーの項目の一番上に動画があります。素晴らしい、はい、なので絶対にチェックしてください。絶対に見てほしい。山形のKBファンもすごいらしい。いやもう本当にみんなあったかいですもんね。ですしあれですよね、カドカードリームズのパフォーマンスと、あとカドカードリームズのユースのと、まあ、あの歌丸とかアバンセとか、歌丸のアバンセと、アバンセの歌丸と、あと 1.5 分の人も入ってたんで、スペトラバージョンもある。絶対見てくださいね。レアですね。うん、なかなかない。ユースの実力がよくわかるんじゃない。素晴らしかったですよ。どうでした？監修役。監修させていただきました、山形。大忙しですね。大忙し、大忙しましたよ。ちゃんとラウンドに出てないのに忙しくさせてもらいます。でもやっぱカドカードリームズが育てただけあるなっていうクオリティですね。本当に多分あの子たちってまあ本当高校生とか中学生とかで、もう多分同い年の子たちに比べたら明らかな経験値の差が生まれてて、本当にやっぱチャンピオンが育てるとここまでも素晴らしいダンサーにこの年で慣れちゃうんだなってすごい感動しました、ね、素晴らしい、素晴らしいダンサーだ。素晴らしい。これからみんなが B リーグの舞台に立つのが楽しみで仕方がないです。はい、ありがとう。みんな頑張ってもらいたいと思います、はい、もっともっと頑張ってもらいましょう。もっともっと頑張ってもらいます。で、そのセレクションもね、はい、ありますんで、どんどん新しいメンバーが入ってくると思うんで、ぜひこのままチェックお願いします。はい、続いて2月14日ウルフハーモニー、言えないこれ、ウルフハールハウルハウルハーモニーセカンドシングルローズバトルがリリースされました。イエーイ。おーおーセーフ、ローズバトルセーフ、アローズバター。はい、これはね、南、ジュリカ、大地、サツキ、サーシャ、ヤマッチ、インタ、ジェシカが出演しております。はい、現在 MV がなんと331万円。あすごい。すごくない？すごいですね。いや、これすごかったね。ファンの方々からの多分コメントがすっごいあったかい。とてもバズってます。バズっちゃった、はい、バズバズ、あの LDH さんなんですけど、はい、まあ、結構新しいチーム、最近できたチームで、で、まあ、その中にも、まあ、あの同じ時期にオーディションでできたチームが D リーグの中にもいて、まあ、そんな感じで今めちゃめちゃ注目されている方たちの、まあ、あ、そういうタイミングなんだ。あれはい、そういうタイミングっていうか、あのそのちょっと前にオーディションがあって、うん、番組があったんですよ。でそれで、まあ、全チーム合格したんですけど、はいはいはい、まあ、ノーヒトチームってことですね、はい、の同じ、そういうこと、はい、わー、なので今大ブレイク中ですよ。本当に本当にまだ見てない人いたら絶対見てほしい、はい、ダンスバージョンを鬼リピしてます。うーそうなんです、2個あるんです。めっちゃかっこいい。ミュージックビデオと、まあ、ダンスバージョン、もう全部踊ってるバージョンもあるので、まあ、そちらもコラボといった形でやらせていただいてるので、うん、ぜひぜひ見てない方はチェックお願いします。もう一回ったらもう一回見よう。とってもかっこいい曲です。本当にみんながあのメンションしてくれてたりするのめっちゃ見てるからさ、うん、あのそのタイミングであもう一回見ようとかなる人もぜひメンションもしてあげてください。お願いします。はい、はい、誰からですか？今仕事ありがとうとし、はい、続いて2月27日になんとなんとザ・ランページパフォーマーズソウルが公開されました。何このシーンみたいな。はい、これはね、南ジュリカ、大地、イッタ、ひなた、ヤマッチ、 TSY、 アロハ、アスハ、リオン、レナー、スキーサー、サシャが出演しております。
現在楽しかった。こちらのね MV はまあなんと98万回再生。おあとちょっとだみんな見て100まで行きたいな。あと2000見てお願い。すごいよ、めっちゃかっこいいんですよあれ。かっけえ。あのランページさんのパフォーマーチームと、KD のチーム13対13だっけ。そうです ね。でなんかちょっとバトルチックな感じになっちゃったりしちゃったり。どっちが上か下か。いやそんなのないよ。決まったの。はい、うちらでしょ絶対。どっちもでしょ。うちらのダンスを負けない。ダンサーのトップレベルと。そうだね、アーティストのトップで。確かに。いやマジ激アツな系でした。激アツでしたね。かっこいいですよ。みんなかっこよかった。あ、もう最高すぎて最高でしたって。ありがとう。最高すぎて最高。じゃあ最高ってことでいいですか。いいですよ。ありがとうございます。はい、続きましていきますよ。わお、これがすごいですね、はい、3月16日、まあ、土曜日ですね。 NHK の100カメ、はい、この前もあの放送されてたんですけど、なんと再放送を行います。プロダンス D リーグです。やばい。あ、はい、コブラ。そう、また公開されるか、今コブーまで来ました。ブーまで来た。ラーマがコブラのラーマ出てましたか。そうだね、出てたね。セブンカウントのスローだけで。はい、ドッシーのコブラの成長具合をあの皆さんぜひ見てあの、はい、チェックしていきましょうね。あ、ドッシー最近コブラやってるっていう風にあの皆さんに聞いていただけてあげるとこのね意味が分かるんで、絶対にあのもう一回見られ、何回でも見れる。18時5分からです。18時5分ね、はい、どう3月16日いいね、ご飯食べながら見れる時間帯。土曜日だよ、しかも、みんな家にいるんじゃない。いいじゃん。あとは全公開されるんですよね、確か。次23とかだったっけ。23とか次の週にチャンピオンシップ編が出ます。まだコブラは公開されない。コブラじゃない。コブラ23。コブラぐらいは最初。コブラ最初じゃない。 で私とサシャのあれが次回かな。23か。うわー、いいね。いいですよ、本当にあの感動します。今でもちょっと見たらうわ、懐かしい。ちょっとグッとくる。歌いそれのしゅんすけくんの涙ずるくないですか。あれは撮っちゃったね。あれでしちゃうって。サシャちゃん、サシャのツッコミが入って、サシャがいい味。サシャの番組だからサシャってか番長。やばい、サシャちゃんって来てる。うわ、サシャちゃん嬉しい、みんな泣いちゃうんだよね。いや、100カメはね、あのチャンピオンシップがちらもまた今シーズン直前っていうね、もう意外と直前だからね。もう直前ですね、うん、もう一回見てちょっとあの気合いまた入れていきたいなと思っちゃったりしちゃったりしちゃったりするよ。する気合いは入れるよ。続いて行きましょう。3、はい、2、はい、石ランド11、はい、セプテニラプチャー、ラプチャーです。セプテニラプチャーズ今シーズンめっちゃ勝ってるからね。いや、ちょっと怖いよ。結構強いです。強豪です。強豪チーム、もう私らここから強豪しかいないから、はい、こっからってからずっと強豪なんだけど、TJBB が祭りがすごいね。あら、やめてちょっと怖いよ。うちらの中のアイドル誰。コブラのアイドル。コブラのアイドル、どうも、コモジもコモコもコモコモです。あれコがないよ。コブラのコモジもないのか。なんか忘れてません、皆さん。なんで勝たなきゃいけないか。え、その日は誰の誕生日。せーの、アオちゃん。もうアオちゃんこれはダメ。でも絶対に勝たないと、ね、マジ、はい、アオちゃんって誰か知ってるよね、みんな。さすがに、さすがに、うちのボスの赤ちゃん、ベイビー、ベイビー。ちょっとずつ最近あの BTS にね、あの映り込んじゃったりしてるから、あら、もうアオちゃん1歳になるらしい。けどそれはパパになって、あらら、早い。だから勝たれていけないですよ。そう、未来の KD のために勝たなきゃいけない。ちっちゃい KD、ちっちゃい KD、もうこんなちっちゃいから。そんなラウンド11も、あの応援席
あ、まあ、11も12も応援席チケットまだ販売中してるので、去年さ、12とかさもう即完売だったよね。販売中な、販売中止な。そう、即完売しちゃうシーズンが来ましたので、来ました、ね、チャンピオンシップが近くなるにつれて完売率がすっごいことになっていくんで、マジでチャンピオンシップ危険です。危険だよ、絶対もう目でいけないって思ってた方がいいですよ、うんうん、マジ取り合いだからチケット。だから今のうちに、まだ販売中ってことは買えると思うんで、ぜひ急いで急いで急いでください。はい、ということで、まあ、その、 あのチケットも、え、あの公式 SNS プロフィール欄の URL から購入できるので、あのチェックしてそこに飛ん で、 あのご購入ください。はい、そしてついでにね、有料会員になってもらって、はい、の方が安いんですよ。そう、だからお願いします。ワンコイン、ワン。はい、ということで、もう告知はございません。終わっちゃった。結構あったね、うちらすごくない。素晴らしい。ありがたい。コメントを読んでいく。コメントをバッと読んで、無料パートもうね、時間だから閉めちゃう。あれ、早い。この何人見てるんですか、今。何人見てるんだろう。1000万人ぐらい見てる。そんな。やば。素顔を晒してるから。やばいって。そう言っちゃおうか。さんじゃん。消防署の時に、初対面のカロハム同士で寒い中頑張って待ってた。うわぁ、なんかあったかくなるね。あったかいな、それは。すごくあったかい。ありがとうございます。今までにないほどの近距離本番でしたね。目の前にいました、カロハムが。しかも、あれじゃなくてですか、結構朝早かったですよ。朝早いね、11時ぐらいかな、踊ったのは。すごい、皆さん本当にありがとうございます。ラウンド13はみんなで何かあるのかな。秘密、楽しみだね。秘密だよ、13も会えるからみんな絶対応援来てね。会いに来ちゃったりしちゃったりしてね。13ってお休みの日だね。あ、まあでもお休みと言われながらも、お休みでも動くのが経理らしくね、はい、あのもうバコーンとやっちゃいますんで。まあ、チャンピオンシップ近いので休めないということで、はい、そういうこと、そういうことです。はい、みんなで一緒に応援しましょう。はい、なんかみんなが続々にナンバーの告知を出してるのが気になってるみたいなんですけど、まあ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 まだだよ、それは。まあ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 、ぜひあの一緒に、一緒にっていうかナンバー出ちゃっていい？出ちゃいましょう。それが一番早いから。気になるなら出ちゃおう。はい、そしてそんな私は今とてもくしゃみが出そうで止まらないということで、このくしゃみをせずに無料パートを締めたいと思います。はい、我慢してるからね。くしゃみは有料パート。まだまだ2分我慢できるってよ。くしゃみは有料パートにて、有料パートまでくしゃみ我慢するチャレンジするわよ。皆さん、りょうさんのくしゃみ見てください。500円もらった方がいいですよ。はい、500円使っちゃって。お願いよ。もう無料でくしゃみできないから。ほんと無理だよ。くしゃみ。もう6月15の予定を空けて待ってる方がいらっしゃいます。お、早っ。あら。ナイス判断。みんなさ、頭いいよね。ナイス判断。頭いいんじゃない？それ、まあ、何かは言えないんですけど。うん、何かは言えないけど。6月15。うん。ってことで、そうダンスしてない人もね、あの6月15日に誰かがナンバー出すってことは、それを見に行ける可能性があるということだからね。もしかしたらみんなバラバラでナンバーやってるかもしれない、全国作詞かもしれないけど、そうそう、海外ナンバーかもしれないけど、まあそこはあの行きたい、見たい人をね探しておいて、この人のナンバー見たいなとか出たいなみたいなね、あると思うんです。ちょっと予定開けといてもらえたらすごく嬉しいです。もしナンバーに出たいなって人は、メンバー何人かがストーリーとかで告知上げてるので、それをチェックして、ぜひ挑戦してみてください。はい、はい、早めにね。もうほんと全員です、ほぼ。ほぼほぼ全員だね。D リー、うん、そうですね。コラボナンバーも何個かありますし。コラボナンバー熱いね。はい。で、はい、ナンバーも何個かありますし、うん、アバンセの方たちもコラボで出しますね。うん、なかなかね、ナンバー出せないからね、うちらは、うん。なかなかないですね。楽しみですよ、本当に。そう、ナンバー文化が根強いですが、うちらにとっては貴重な1回なのでね。はい、はい、ぜひ、ぜひぜひチェックしたり、踊っちゃったりしちゃったりしちゃってください。踊っちゃったりしてくれたら、本当にもう最高だよ。会えるので。うん、あ、もう踊れ
有料パートに移っちゃう時間が来ました。早っ。あ、皆さん今すぐに会員登録をしてもう一度帰ってきて有料パートに帰ってきてください。というわけで面白いですよ。インスタライブの皆さん、さようなら。さようなら。こちらの皆さんも有料パートに行きたいと思います。せーの、ワンツースリーケーディー。せーの、ワンツースリーケーディー。